どうも原始人シバです。あ、原始人やったん。はい、何してんのかと思ったなんか昔あの漫画で、うん、マンモス肉をこう挟んでこうウッホッホっていう漫画があって、あ、ギャートルズ、それや。おそれでね、うん、食べたくない、漫画肉。あ、食べたい。見つけました、漫画肉を食べれるお店を。あんの？あった。ということでね、今日は有名の漫画肉を食べようのコーナーです。ということで、ここ七八商店さん、ここに夢の漫画肉があるらしいから、ちょっと調査に行きましょう。はい、ほい、ほい。ということでやってまいりました。速攻見つけました。見て、おすすめランキング漫画肉速攻った。しかも結構安い、1408円。へえ、安いね。骨付き鶏もも肉の唐揚げ、めっちゃうまそうやん。うまそうやね。じゃあとりあえずね、それを頼むとして、あと何するか考えたいと思います。プレモルいただきます。ちなみに飲み放題今1000円。安いよ。安い、まあ、今日は飲み放題してないねんけど、飲み放題1000円やから、しかもプレモル飲めるから、最高や、めっちゃ安い。プレモルや、うまい。飲み放題にせんくてもお酒がだいぶ安いわ。ほんまやね、うん、だから僕飲み放題に1000円買ってんけど、だってほら見て、このレモンサワーのメガでも580円。ほんまやね、うん、安いね。でプレモルで、400円やから。安い。うん、で裏にも焼酎とかもあるからね。お、焼酎いけんや、うん、俺大喜びやん。うん、ごちゃん家近いしね。おうおうということでちょっと待ちましょう。はい、じゃあ前菜のトマトキムチいただきましょう。初めてやな、これこれね。うん、うんうん、トマトのキムチやで、初めて。いただきます。お、美味しいな。ちょっとキムチ風味や、うん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 、うん、でちょっと酸味もあるわ、うん、でそこからトマトの甘みが際立つ。お、じわっと、うん、これ当てにいいね。うん、店員さんおすすめしちゃったもんな、うん、うんうんうん、うまいわ。いや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 、これ何ですか、ほんまに。溢れてんで。なあ。そうめんやねん。え、味が想像できん。なあ。うん。いくらにトリュフやろ。うん。じゃあいただきますね。おい。うまそう。ふんだんやで。おしゃれやな。おしゃれやな。このまま食べる感じやんな。そうやな。うん、うまいな、うまい、うん、トリュフの香りが、うん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 、これだけ海鮮のものをいっぱい使ってるやん。おうおうおう、それやのにやね、生臭さゼロ。あ、そう、うん、そうやな、これは、それはうまそう。 うわ、ほんまにこの二口目ぐらいにこう香りが広がるトリュフ、うんうんうん、めっちゃいいね。これが骨付き鶏もも肉の唐揚げ。で これさ、いつもの唐揚げと違うね。これもなんか一手間こんなおしゃれさが感じる。じゃあいただきます。じゃあ手でいくわ。あ、熱っ。うまそうやで、ね、うん、甘い、甘くなんか揚げた感じのものがついてる、なんやろな、うん、うまっ。甘さと、うん、この塩コショウが絶妙なバランスで、うんうんうん、これ美味しいわ。これ当てですね。それは当てでしょうね、うんうん、どんどん来るね。来るね。ローストビーフ丼、こんな感じなんやな。なお、おしゃれやな。おしゃれやね。超おしゃれ。てかもうほぼなんかこのユッケに近い感じがめっちゃ美味しそう。あ、生肉感ね、うん、好きやもんね。うん、今日これこんだけ持ってるやん、うん、落ちても大丈夫ですよ、下にちゃんとあるからね。あ、なるほど。割っていきます。
うわこれはうまいでしょう。うわこの卵なんかすごいね、なんか濃度がすごいよね、うん、じゃあこの上からいただきますね。もう当てやな完全に。ふんだんにこの濃厚卵がかかった部分いくわ。じゃあいただきます。うまいか。うまい。全然パサパサしてない。ほのかな甘みと、うん、あと結構ペッパーが周りにかかってんね、うん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 、で結構周りをこう焼いてる感じが香ばしさも残ってて、うん、めっちゃ美味しいわ。へーご飯中に入んねんな。あ中にあるの、うん、中にあるわこれ。ほら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 、あるある、ほらほら、いくで。うまい。めっちゃ美味しい。美味しい、うん、すごいねこれ。夢の漫画肉来ました。うわこれはルフィも喜ぶね。なあルフィがかぶりつきそうな感じするな。おうおうおうすげえ。これ多分まあ豚バラに骨付き鳥の骨がぶっ刺さってる。あそういうことね。そういうことや。これこれ骨付き鳥の普通の唐揚げの時に取ったやつやった。ああああああ、なるほどね。中に骨ないもん。いただきます。すごいねこの油。初めて持てんねん。あっえっ、そう豚バラ 100% じゃないねん。ほらちょっと僕が噛んだところに申し訳ない。つくねですね中は。うん、ヘルシー。うん切るとほら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 、わかる？つくねですね完全に。うおチーズがある。これで食べていいかな。いただきます。うめっちゃうまい。つくねチーズうまうまい。おいしい。チーズ入れてくれてるところがすごい。あそう、あのうまさが倍増、うんうん、うまっ。夢の漫画肉堪能できたね。やっぱりみんなの夢やねんで。そやな、だからランキング1位になるぐらいやもんな、うん、夢。まあ僕らはジャートル、最近の子はルフィ、そやなワンピース。うんうん、アーニャ食べへんで漫画肉。アーニャ好きなの何やった？ピーナッツ。ありがとうございます。これ安ないこの値段。安いよね。やっぱそれが一番似合うわ。なんかそのデカさがな、画面でかいし、うん、ちょっと遠近法使えるしな。おおほんまにニンニクや、大量やん。ということでこれ食ったら完全に健康なれるニンニク2房爆弾ですね。これは爆弾やなね。うん、じゃあこれをね、こうやってこうやってめくっていくと。これ僕ね、動画じゃなかったらこのまま食うのよ。バリバリってバリバリって全部食う。おうおう。で、あの皮だけペーする。ああなるほど。うん、まあちゃんとこうやって。うまい。これ今日あのさ、なんでこんなん皮のまま揚げんのって、うん、なるやん。なる。皮のまま揚げてくれんと、うん、このしっとり感がなくなるのよね。あこの蒸し焼きみたいになって、はいはいはい、ほく芋みたいな、ほく、ね、そう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 、これがねやっぱりね大切よ。これが一番うまい。これね塩ニンニク、そうこのニンニクをペンペンってして、うんうまい。これそれが一番うまいね、うん、うんうんうん。だから血圧高いよ。そやろな。うん、締めはこのガーリックトースト。これもうまいよね。絶対うまいやろ。じゃあちょっとこの真ん中からいただこう。あこれ、あーいいな、これオイリーな感じがいいなこれ。いただきます。
あ、オイリーな感じだ。カロリー爆弾です。めっちゃうまいわこれ。うわ、めっちゃおしゃれ。ありがとうございます。雪見大福、え、こんなちっちゃい雪見大福あった？あるな。なあ、めっちゃおしゃれやん。これいちごとバニラと、うん、あと緑色のなんかがある。何やろ。抹茶ちゃん。抹茶か。僕いちご大好きなの。うまっ。今日はもういいお酒が飲みました。万が一やっぱり最高ですね。うん、最高。うん、夢の商品やね。夢の商品、ぜひとも食べたいからここまで来たら食べれます。京阪の森口駅やね。うん、京阪ですかね。大阪の人って絶対言うよね。うん、なんでみんな京阪って言うの。え、大阪で CM やってるからね。なるほどね。ということで、ごちそうさまでした。夢の漫画肉、美味しかったね。ということで、今日もデブになっちゃったよ。本日のデブの数6。お、意外と低いね。ガーリックは健康なんで。あ、なるほど。はい、ということで、はい、本日もありがとうございました。ごちそうさまです。はい。